今日も素敵な、とっても素敵なお料理を始めたいと思います。はい、というわけでですね、現在の時刻が5月14日朝8時40分でございます。はい、今日はですね、ちょっと何を作るかというと、そのお話しする前にこれを買ってきました。 AWS の基本仕組み重要用語が全部わかる教科書。これは本屋でちょっといろいろ探してたんですけど、 AWS っていうね本なんですけど、すいません、ちょっと僕もね具体的なこと全く分かってなくて、でいろいろ、まあ一言で言うと、なんか Amazon が出してるサービスっぽいんですよ、 AWS っていう。でどういうサービスかっていうと、これがねよくわからんのですわ。よくわからんのですね。ただそのまあ一言で言うと IT 系ですね。ジャンルは多分 IT、 あ、ここに書いてますね。ネットワーク、コンピューター、データベース、コンテナ、サーバーレスと。で、なんでこれを買ったかっていうと、まあ、ちょっとね、AWS っていう、なんかすごいんですよ。と手に職をちょっとでもつけるために頑張ろうかなと思って、まあ、買っただけです。はい、まあ、それだけです。なので、全く知識ないですね。まあ、なんとか手に職、なんか俺ぐらいの年齢だともう遅いらしいんですよね。まあ、遅いっつっても、まあ、それでね、あ、そうですかと。あ、そうですか、つって、もう、安い賃金で働くのは、まあ、まあ、それはそれでめちゃめちゃきついんですよ、今後、老後ね。まあ、老後まで生きてるか俺知らないですけど、まあ、もしかしたらあと数年後でぽっくり死んでる可能性もあるんですが、まあ、とりあえず生きてるうちは、まあ、やらなきゃいけないわけですよ。めんどくさいけどね。はい。というわけで、まあ、ちょっとそういう感じでございます。はい。この生乳、これね、小祝いが出してるんですけど、その滑らかさ最高級。生乳 100%。これ、振り仮名が付けられてるんですよね。これ、どういう意図なんですかね。これ生乳っていうやからがいるからですかね。生乳。開発の秘密、当時お客様の酸っぱくないヨーグルトは食べたいという声から開発が始まりました。最近のヨーグルトあんま酸っぱくない気もするんですけど、どうなんですかね。まあ、84年に業界で初めて生乳を 100% 使用した商品を爆誕したと。はい、小祝いですね。まあ、これを使って、水切り？そう、水切りしたいんですよ、僕。ヨーグルトの水切りしたらどうなるか知ってますか？なんと、チーズ？ヨーグルト？みたいな。あ、まあ、ヨーグルトではあるんだけど、なんつんだっけ？ほら。あれですよ、あれ。まあ、水切りすると、あれになるんですよ。その、あれを今回ちょっとチャレンジしてみようと思って。で、安いのじゃなくて、ちょっとあえて、ちょっといいやつをチャレンジしてみたいなと思います。なにこれ？ちょっとね、小祝さんの社員がもしかしたら見てるかもしれないので、僕はちゃんと説明させていただきますが、家畜の、何これ、餌、飼料じゃねえな、まあ、餌ですね。家畜の餌となるトウモロコシなどを乾燥、保管するため、1916年、大正5年に建設された木造4階建ての倉庫です。あ、これですね。見えますか？木造。農場長が欧州視察の際に目にした倉庫を参考にしたと言われており、電動の、昇降機も備えるなどして、当時としては最新鋭の技術と設備が用いられていました。国指定重要文化財の一つ。あ、そう。へえ、1916年か。小祝ってそう考えると歴史が古いっすね。へえ。すごいね。まあ、じゃあこれを使ってね、やっていきますか。で、今回はむちゃくちゃ簡単なんですよ。むちゃくちゃ簡単だから AWS でちょっと尺を稼いだっていうのもある。で、あとは注ぎ込むだけ。めっちゃ簡単でしょ？コーヒーフィルターさえあればできる。これで水切りしたらめっちゃ固めの美味しいあれができると。ちょっと俺は何を作ろうとしてんだっけ。あ、普通に美味しそうだな。このまま食べても美味しそうだね。これ流し込むでいいんだよな。もう一回
僕、ひろゆきがね、好きなのはね、最近、あの人、なんか YouTube で旅の動画上げてるんですけど、それ見てね、東出とひろゆきが旅してる、なんか動画が、チャンネルがあるんですけど、それを見て、ちょっと改めてあの人、頭いいなと思ってね、かっこいいですよね、ひろゆきね。頭の回転の速さ、皆さんできますか？ポタポタ落ちてますね。これでラップして閉じると、ちょっと味だけ、この状態のヨーグルトの味食べてみるか。めっちゃ美味しいですね。もう迷うことなきも高えからうめえわ。どこまで話したっけ？そうそう、ひろゆきの頭の回転の速さ、羨ましいなと思います。もちろんね、浅くて広いだけだろっていう人も、もちろんいるんですよ、ひろゆきをね。頭が悪いと。でも俺からしたら頭いいっすよ、あの人。だから羨ましいよな、ひろゆきとか。あんだけ頭の回転速いのはね、普通できないですからね。浅くて広いって言われてますけど、多分俺みたいな人間ってね、狭くて浅いんですよ。ボキャブラリーとかまさにそうなんですけど、漢字もそうですよね。俺読めねえしね、あんまり。言葉もね、そんなひろゆきみたいに、スピード感がないので、それをなんとか編集とかカットでいい感じにごまかしてるけど、それでもね、頭悪いっすからね、羨ましいですね。はい、というわけで、眠。お昼になりました。お昼になったんで、ちょっとじゃあ、もうここに目の前にあるんですけど、結構取れましたね。結構取れたわ。ちょっとこれをじゃあ入れますか。さっきまたひろゆき見てましたね、ひろゆきのライブ。録画ですけど、確か結構いつだったか忘れたけど、目立ってなんぼみたいなこと言ってましたね。お金をこれから稼いでいくには目立ってなんぼみたいなこと言ってたけど、ひろゆきとか、これ普通の人には難しいんですけど、やっぱ目立っていろいろ言われて、それで耐えれる人っていうのは結構ね、あんまりいないんじゃないかなと思うんですよね。クリームチーズっぽくなってるけど、もうちょっとやっぱ半日やった方がいいかもしんないな。でもかなり固めですね。これでも十分固めだわ。なんか今の時代は、なんかより一層 SNS が進化して、互いに生きにくさをお互い晒し合ってる気がしますね、僕は。皆さんもね、生きにくさがあると思うんですけど、YouTuber も生きにくいだろうな、今の時代。でもそれは何でかっていうと、なんでなんでしょうね。多分なんでそうなったのかっつったらちょっとよくわかんないですけど、なんかみんなね、今のこの流れだけを言うと落とし合ってんじゃん、今の人たち。今の人たちというか、今の流れって言った方がいいかもしれないですね。今の流れ的にそういう落とし合い、自分は健全ですと、そういうふうに見せて、でもこいつは健全じゃないっていうふうに落とし合う流れができてるような気がしますね。僕でも人間ってね、善の心もあれば悪の心もあるっていうのが僕の考え方なんですけど、特になんかね、女性に多い気がするね、そういうのね。女性というか男女、いつの時代も男は男で国同士で争い、男女同士で落とし合い、男女同士でも落とし合ってるわけですけど、あれだな、結局あれか、争ってばっかですね、人ってのは。自分悪くないと、悪いのはあの相手だと、悪いのは自分じゃない相手だ、そういう、僕らってもそういうなんかもんですよね。クリームチーズではないんですけど、いただきます。うまっ。めちゃくちゃうまいぞ。リッツのね、リッツ？
リッツですね。このリッツのこの麦の感じがたまんないっす。ちょっと柚子ジャムもねつけてみよう。はい、わお、めっちゃ美味しそうじゃないですか。はあ、程よい甘みとこのチーズヨーグルトのような爽やかさ、たまんねえな。ちょっとすいません、順番逆だ。チーズヨーグルトの甘みと柚子ジャムの爽やか、なんか俺の勝手な印象なんですけど、ツイッターは結構男性が争ってる印象で、インスタが女性が攻撃的な人が多い印象ですね。まあどっちも攻撃的な人は多いですっていう意味なんですけど、バナナがちょっとちっちゃめでいいな、小ぶりで。なんででしょうね。まあ多分インスタはね、やっぱキラキラしてる世界を見せる割合を考えるとやっぱ女性が多いからかもしれないですね。見そうだよな。文章としては論理的思考を考えるとやっぱ男性が多いって聞きますよ。だからああいうの見ると俺はね、その金を稼ぐ意味がよくわからなくなってきますね。お金稼ぐのになんか俺は前向きになれないんですよね。まあ、とりあえずいただきます。重いな。ちょっとこれクリームチーズ、このヨーグルトがさ、めちゃくちゃちょっと重いですね。バナナと合わさってなんかどっしりしてますね。ゆずジャムもちょっと入れてみますか。まあいろいろ考えると、まあやっぱりひろゆきはすごいですね。 X でいろんな人とバチバチやり合ってますからね。俺はやっぱね、そこまでの勇気はないな。まあやっぱ、まあ、そもそも彼はねフランスにいるからっていうのも、まあもしかしたらあるかもしれないですね。何か身に起きたとしてもやっぱ日本にいないからさ、特定しようがないじゃないですか、まあ、そこがもしかしたら強みかもしれないですね。ね、どうして俺たちはイライラしちゃうんでしょうか。イライラして落とし合う、自分は正しいというふうに見せかけて相手が悪だっていうね。けどこれはうまいぞ。あ、ゆずジャム最強だな。ゆずジャム入れたらめっちゃ食べやすくなった。この甘い蜂蜜のような、めちゃくちゃうまいぜ。はあ、たまんねっすね。休日のお昼頃にこんな美味しいものを食べて最高ですね。おかわりする。それはね、本来人間ってさ、人間関係っちゅうのは傷つけて傷つけられるもんじゃないですか、本来はね。だけど人って自分の痛みしか分かんないんですよ。これ例えば女性の生理痛とかでもそうですよね。例えば同じ痛みを持ってたとしてもですよ、でもそれって結局自分の痛みをイメージして共感しているだけであって、やっぱ相手の痛みとはまたちょっと違うんですよね。まあ、当然やっぱそこには壁があるんですよ。僕たちってやっぱ違う人間ですから。ちょっとこれ言いたいこと伝わってますかね。僕の言いたいことは伝わってるでしょ。岡本太郎もね、俺の好きな言葉があってですね、岡本太郎ちゃんの自分の気持ちを大事にすればするほど自分を見失うっていうのがあったんですよ。これは僕なりの解釈なんですけど、自分の気持ちを大事にしすぎると相手の気持ちを考える余裕がなくなる、まあ、そういうふうに考えてますね。傷つけて傷つけられてるっていうのが本来の関係性だと思ってるんですけど、やっぱ人ってやっぱりね、さっき話した通り自分の痛みしか分かんないから、その自覚がないんですよね。でもなんかさ、ひろゆきってさ、ちょっとまた話変わるけど、そういう引きずるような感じしないよね、あの人ね。なんか結構ね、笑って許せるみたいなこと言ってましたね。なんか嫌なやつがいても、あ、そういう考え方もあるんだ、ふーんみたいなことを本人が言ってたような気がするわ。まあ、そこもやっぱひろゆきのいいところですよね。やっぱね、あの人笑顔よく笑ってるよね。なんかすげえいつもニコニコしてんじゃん。
なんか幻影旅団みたいにね、なんか幻影旅団にいそうっすよね、ひろゆきって。とにかくニコニコしてんだよ。そこがもしかしたら人を引き寄せてるのかもしれないですね。まあ、逆にそのね、なんか作り笑いとはちょっと違うんですよね、ひろゆきの場合って。なんか怒ってる時はやっぱすぐ顔に出てるしね、目パチパチさせてるし。逆に女性の場合ね、なんかわかるんだよな、なんか作り笑いっていうのがわかるんだよね。あれなんでなんですかね。ひろゆきの方がね、やっぱニコニコしてるよな、楽しそうに。まあ素朴と言ってもいいんでしょうかね。いや羨ましいな、ひろゆきが。あの頭の回転の良さ、むちゃくちゃ羨ましいっすね。ちょっと俺ひろゆきと友達になりたいけどな。まあ多分本人は嫌でしょうね。むちゃくちゃ嫌だろうな。陰キャですからね。こんな陰キャ話したくねえだろうな。まあ俺はあまり自分を過大評価しないようにしてます。まあ過小評価もちょっと問題ではあるけど、まあ果たしてどっちがいいのかよくわからんが。そうっすね。ひろゆきのいいところは、やっぱ人を笑って許せるところですかね。まあ本人のことは俺会ったことないからわかんないけど、はい。というわけで皆さん、今回もですね、ご視聴ありがとうございました。よかったら、このクリームチーズ、まあ、やってみてください。僕のおすすめでございます。まあ、簡単だしね。はい。というわけで、僕はゆっくりするんで、お疲れ様でした。